やローピッチなのか、あのちょっとマウスピース深く入れると、なんかシャドウの時もそんなこと感じた気がします、うん。広いから、うん、はい、これになれればレスポンスは、そうですね、いいですよね、はい、今の回路ベルト SX90R とかと変わらん感じですよね、うん、まあ、逆に吹きやすいかもしれないですね。そうですね、割とその伝達っていうのは意識してますね、うん、すごく楽に吹いてるんだけど、へえ。で、いつも同じフレーズ吹くんですけどここで大概ひっくり返っちゃうんですよ。このひっくり返りが木部さんにやっていただいたやつってひっくり返りにくいですよね、っていうか全然気にしなくてもいいんですよ。楽器に癖があるから好みは分かれると思うんですけど、ただこのなんて言うんでしょう、独特の雰囲気が好きっていう人だったら逆にズボッとハマるような、そうですね、うん、もう吹きやすいの吹きやすい、癖があるけど、うん、セッティングに。初心者の方はちょっとセッティングに苦労する感じですね。だけどこの吹き心地は初心者向きなんだけど、ね、すごく吹きやすい。反応はいいですよね。だからもしかしたらなんですけど、そのマウスピースとかが要はヴィンテージとかの使ったら、なんかその中のまあバッファーの溶石とかがこれに合うのかもしれないっていう、なんかちょっとわかんないんですけど、自分もヴィンテージとか持ってないんで、はい、なるほど、そういうのあるかもしれないですね、うん、ここが変わってますね、なんか最初のシリーズ3みたいな、そうですね、ほんと、ただ割とそのこの機構っていうのが、はい、タイトに動いてくれるんで、全然こうオクターブキーにストレスないかなっていう、楽器としてはすごくね、これはあれですよね、いいですよね、うん、面白いです。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。